フェデラー VS ナダルは、ロジャー・フェデラーとラファエル・ナダル二人のテニス選手の対戦記録である。二人は2000年代、2010年代の世界トップ選手として、テニス史上屈指のライバルとして何度も対戦している。フェデラーとナダルの初対決は2004年の3月のマイアミマスターズ3回戦だった。ナダルは、当時わずか17歳で、世界ランキング34位だったが、 世界ランキング1位のフェデラーをストレートで破ったことで驚かれた。次に両者が戦ったのは1年後の2005年、マイアミマスターズだったが、今回はベストオブ5セットマッチだった。フェデラーは0から2から逆転して5セットマッチで優勝した。さらに2ヶ月後の全仏オープン準決勝ではなだるが、フェデラーを4セット目で破り、全仏初出場19歳2日で、 初めてのグランドスラム初優勝を果たした。2006年ウィンブルドン決勝でのナダルのフェデラーに対するサーブナダルに勝利して8個目のグランドスラムタイトルを祝福される。フェデラー2006年にはナダルとフェデラーは6回対戦した。ナダルは2月に行われるハードコートのドバイの決勝から4回勝利した。これはフェデラーのこの年初めての敗北であるととともに オープン開口の最高記録である彼のハードコートでの56連勝の記録を止められた試合でもある。クレイシーズンは引き続いてナダルが勝ち続け、フェデラーをモンテカルロローマ、全仏オープン決勝で破った。全仏オープンは両者が初めてグランドスラムの決勝を戦って試合でもあった。フェデラーはすぐ第一セットを取ったが、ナダルが続く3セットを奪い、 大会に連覇を達成した。1ヶ月後のウィンブルドン決勝では、両者は初めて芝のコートで対戦し、フェデラーが4セットで勝利し、ウィンブルドン4連覇を達成した。2006年テニスマスターズカップではフェデラーがストレートで勝利し、4年間で3度目のマスターズカップでも優勝を果たした。この年のナダル対フェデラーの対戦成績は63に上昇した。 2007年モンテカルロ決勝でのフェデラー・ナダルと、フェデラーは2007年に5回戦い、フェデラーが3勝をした。フェデラーとナダルは3回クレーで戦い、ナダルは最初の試合をストレートで勝利し、モンテカルロ3連覇を果たした。ハンブルクマスターズでは、フェデラーは初めて、ナダルをクレーで破り、ナダルのクレーコートでの連勝記録を81でストップさせた。 2007年モンテカルロ決勝でのナダル全仏オープン決勝ではナダルは4セットでフェデラーを下し3連覇を果たした。2007年の残る2回の対決であるウィンブルドン決勝、2007年テニスマスターズカップ、準決勝は2006年の繰り返しだった。前年のウィンブルドンは4セットだった代わりにウィンブルドン決勝は5セット目だったが、フェデラーが両方の試合に勝利した。 さらに、マスターズカップでは1時間未満という両者の対決の中で最も短い時間で勝敗が決まった。年末までにフェデラーは対戦成績を6-8まで戻した。フェデラーとナダルは2008年に4回戦いナダルが、そのすべてを勝利し、対戦成績を12-6とした。フェデラーとナダルは3年連続で、クレイコート決勝で3回戦った。 ナダルはフェデラーを3年連続でモンテカルロで破り、オープン開口で初めてとなる4連覇を達成した。ナダルはクレーコートでフェデラー相手に唯一負けたハンブルクで雪辱を果たし、初めてハンブルクのタイトルを獲得した。また、3年連続で両者は全仏オープンで戦い、61、63、60のスコアでナダルが4年連続でタイトルを獲得した。 このスコアはグランドスラム決勝の歴史の中で最も一方的なマッチの一つである。ナダルとフェデラーはさらにウィンブルドン決勝で3年連続で戦った。中間の幸運のために一円しウィンブルドンの歴史の中で最長の4時間48分を戦い、ナダルが初めてウィンブルドンのタイトルを手にした。この試合はフェデラーの5年以上続く。 芝でのオープン開港の記録である65連勝をストップさせた。2009年全豪オープン決勝でのフェデラー・フェデラーとナダルは2009年に2回だけ戦い勝利を分け合った。両者は年初から強く全豪オープン決勝に到達した。これはナダルにとって初めてハードコートのグランドスラム初めて決勝だったが、フェデラーは8回のハードコートの決勝で一度も 負けていなった。決勝は5セット4時間23分の激闘をナダルが制し初めてハードコートでのグランドスラム優勝を果たした。2009年全豪オープン決勝でのナダル・フェデラーは、マドリード・マスターズでナダルをストレートで破った。これは、一連のナダルのフェデラーに対する5セットマッチでの連勝を止めたという点で重要である。また、これにより、 ナダルのクレーコートでの33連勝を止め、フェデラーの全仏オープンでの勝利とそれに伴う、キャリアグランドスラムの前兆であった。2010年にフェデラーとナダルは2回戦い、前者をナダルが、後者をフェデラーが制した。二人は1年ぶりにマドリードオープンの決勝で、相間みえ、ナダルがフェデラーをストレートで破った。両者は3度目の年末最終戦での対決を2010年。 ATP ワールドツアーファイナルズ初めてとなる決勝で迎えた。フェデラーは3セットで勝利することで、インドアコートでの優位性を示し続けた。2010年に初めて年間最終戦決勝で対戦したフェデラーとナダルフェデラーとナダルは4回、シングルスマッチを戦い、ナダルが初めの3回を制し、フェデラーが最後の1回を制した。フェデラーはダブルスマッチを BNP パリバオープンでスタン・ワウリンカと組んで準決勝でナダルとマルク・ロペスのペアを倒した。二人が出会った2011年最初のシングルスマッチはマイアミマスターズ準決勝でナダルがストレートでこの試合を制した。両者はムチュア・マドリードオープン準決勝で戦いナダルが3セットで勝利した。その後2011年全仏オープンの決勝では2009年 全豪オープン決勝以来初めてとなる両者のグランドスラムでの対決だった。これは、きっ抗した試合だったが、ナダルがフェデラーを4セット勝利し、10度目のグランドスラムタイトルと6度目の全仏オープン優勝を飾った。これは、フェデラーがオープン開口初めてとなる4つすべてのグランドスラムで2回以上勝利するという機会を失った。 この後、両者は2017年前後をオープンまで、グランドスラム決勝で対戦することはなかった。この年最後の対決は、2011年 ATP ワールドツアーファイナルズでの総当たり戦段階で、前年の決勝の再試合で、フェデラーが一方的にストレートで勝利した。フェデラーがナダルを記憶に残る対戦で破る。この時、雨のためマッチが遅れていた。 フェデラーとナダルは2012年の全豪オープン、準決勝で対戦し、フェデラーが第1セットを取ったが、オーストラリアの日を記念する20分間の花火による遅延の後ナダルが逆転して4セット目で勝利し、ハードコートでの対戦成績を上昇させた。次の対戦は、インディアンウェルズマスターズの準決勝で、フェデラーはストレートで勝利し、その後4度目のタイトルを手にした。 フェデラーとナダルは2013年に4度を対戦し、すべてナダルが勝利した。フェデラーとナダルのインディアンウェルズマスターズでの対戦は、初めてとなる、準々決勝だった。これは、2004年のトーナメントでの試合以来最も、早い段階での対戦で、ナダルが、ストレートで制した。4月1日にマイアミマスターズで勝利したことで、アンディ・マリーがフェデラーを抜いて、 ATP ランキングで2位となった。これは2003年11月10日に、空前の490周にわたり、フェデラーとナダルが共にランキング2位以内となって、以来初めてのことだった。ナダルは、その頃ーマーマスターズ決勝で、フェデラーを2セットで破った。両者は2013年シンシナティでのウエスタンサザンオープン準々決勝でナダルは、 過去5回優勝しているフェデラーを3セットで破った。フェデラレーはちょうど古いラケットを実験的に大きいフレームに変えて過去2試合に臨んでいた。ナダルとフェデラーはインドアの王にアリーナでの2013年 ATP ワールドツアーファイナルで対戦し、ナダルがフェデラーをストレートで破った。これはナダルが今までで唯一フェデラー相手にインドアで勝利した試合である。これは フェデラーがフレームを大きくする前に90インチのラケットでプレーした最後の試合である。フェデラーとナダルは2014年シーズンには全豪オープン準決勝でのみ対戦し、ナダルがストレートで勝利して全豪オープンでの対戦成績を3例とした。これはフェデラーが大きなラケットに変えてから初めてプレーするグランドスラムトーナメントだった。2015年11月フェデラーはナダルを スイスインドアの決勝で3セットで破った。これは彼の故郷であるバーゼルでの7度のタイトルのうち初めてスイスの土で戦ったものだ。これはフェデラーが過去5回の対戦で負けてから3年半ぶりのナダルに対する勝利となった。フェデラーがナダルを破り18個目のグランドスラムの記録を手にするフェデラーとナダルは二千十七年に四回対戦し、フェデラーがそのべてに勝利した。 これはフェデラーがなだる相手に立ちはだかり、複数回の対決で無敗であった初めてのシーズンである。このシーズン最初の対決は2017年、全豪オープン決勝で、2011年、全仏オープン以来となるグランドスラムの決勝での対決となった。フェデラーは2016年シーズンの大部分を棒に、振ることになった膝の怪我による6ヶ月の休養から復帰して、 第17シードから出場し、ナダルは第9シードから出場した。ナダルは2007年のウィンブルドン決勝からこの試合の前までフェデラー相手にすべてのグランドスラムトーナメントで勝利しきていて、そのうち3つは前後オープンだった。フェデラーは第5セットを取り、史上初めてグランドスラム18勝を達成し、3つの異なる グランドスラムトーナメントで5勝以上という記録を作り、ナダルの2度目の全豪オープンのタイトルと、オープン開校の男子シングルスで初めて全ての、グランドスラムで2勝以上の記録を阻止した。2017年全豪オープン決勝でのフェデラーの、ナダルに対する勝利はまた、芝のコートであるウィンブルドンを除いて、グランドスラム決勝でのナダルに対する初めての勝利でもあった。両者はまた、 インディアンウェルズの4回戦で対決したが、これはすべてのトーナメントの中で準々決勝以前に対決したもののうち2番目のものとなった。フェデラーはナダルにストレートで勝利したが、これはフェデラーが初めてナダルに3試合続けて勝利した試合だった。両者の37回目の対戦はマイアミの決勝だった。これは2005年のマイアミの決勝以来アメリカでの初めての決勝で、 フェデラーがストレートでナダルに対して4試合連続の勝利とした。レイバーカップではナダルとフェデラーがダブルスで初めてペアを組み、サムクエリーとジャック・ソックを相手にタイブレークでのマッチで勝利した。フェデラーとナダルは初めてシャンハイマスターズで対戦し、優勝をかけた試合でフェデラーがストレートで勝利し、ナダルへの連勝記録を5に伸ばした。フェデラーの対、 ナダルの新しく得た成功はバックハンドの改良によるところが大きい。これは大きなラケットによりナダルのフォアでの高くバウンドする球をより強く打てより簡単に返せるようになったことによる。2019年の全仏オープン準決勝で相まみえた。この年フェデラーが3年ぶりにクレイシーズンに参戦したことで対戦が実現し8年ぶりとなる。 全仏オープンでの戦いは、ナダルが6から3、6から4、6から2でフェデラーから5年ぶりの白星を手にする。ウィンブルドン選手権では、グランドスラム2大会連続、同大会で11年ぶりの対戦となり、7から6、1から6、6から3、6から4でフェデラーが、全仏のりを返した。フェデラー、ナダルフェデラー。 ナダルペアとして、W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。合計成績全豪オープン全仏オープンウィンブルドン、選手権全米オープンマスターズ戦、合計成績 ATP ツアーファイナルズ、合計成績年間最終ランキング2020年10月12日付。ありがとうございます。